みなさん、プリヴットこんにちはナイスチャットアーニャです。<laughs> はいあのまあ、皆さんもご存知だと思うんですが、アーニャチャンネルのアーニャです。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> 前回の動画、見たことあるのなら、あの、もうアーニャについて、もうちょっと知ってると思うんですが、まあ、もともと知ってるかもしれないです。<laughs> アーニャは、あの、ロシアの出身で、理系上司で、今、日本で、 あの働いています。はい、まさにそれです。ではい、ね、<laughs> 全部待ってます。すい, <laughs> <laughs> いやそんな。で、あのまあもちろん真面目にあの仕事やってるんですけど、それ以外にもねあのいろいろ旅行とかもしたりしてるんだよね。まあ最近はちょっといろいろ難しいと思うんですが、あ,ね、あの前は登山とかもね行ったり。うんうんうん、まあ最近とかもあのや。 出ますよね。登山は、まあ、あんまり人とかも少ないのでもし、まあ、気をつければ、まあ、全然大丈夫ですよね。う日本に6年くらい住んでるから、うん、もういろんなところに行ったことあると思うんだけどその時に何か気づいたことあるのかな,なんかこれはロシアと違うとか <laughs> あるいはか感動したこととかんかうん。 たくさんある。え <laughs>、<laughs> <laughs> うしても旅行結構する？日本の中で。そうだね。私も旅行好きで、うん、うん、前やったことあるし、前日本に住むときに今でも、うん。あ、いいねいいね。まあ私はなんか最初日本に来たときに留学生として日本に来て、うん、うん、どうすかというと、まあ遠いところじゃなくて近いところに行ったりしてたね。まあ私は最初に気づいてたのは日本に何だろうアクセスがめっちゃ。 しやすいですよね。なんか旅行するときに特に近いところに行くと、まあ、なんか東京から神奈川に行くときとかだったり、すごいもうなんかただ JR とか電車とか乗ってもうすぐ行ける感じはめっちゃ感動しました。あとすごい私の中の感動はえっとなんか電車で。 1> 約1時間でもう海まで行くのは私的にはすごいな,なんかモスクワには全然海がないし確かに何時間飛行機とか乗らないといけないしそこがあいいねと思っててここはねあのちょっと私感覚違くて、うん、あの私はナホトカというあの港町に生まれて <laughs> その後はオラジオストークというまた港町なんだけどそこで、まあえー、と勉強して仕事してで海はもう本当に町の中にあるから。 なんかどこにも行かなくていいまああのもうちょっとあの綺麗な海行きたい場合はまあ30分とか30分とかねあのかけて行くんだけどで東京はね海,海があるけどなんか泳げなくてそのためにちょっと神奈川とかも1時間とかもね1時間半とかかけて行かないといけないのうちょっと長くなる。<laughs> あと海だけじゃなくてヤムとかも結構近いところにあるしなんかすぐ電子とか乗って、まあ、近くてもなんか高尾山とかすぐ行けるし新幹線とかもちょっと遠いところにも、まあ、学生の時にはそこまでお金がなかったから新幹線はもう使ってなかったんですが、うん、でもまあ近くてもまあ行ってすぐいろいろアクティビティができるっていうところがまあ結構あの感動しましたね。うん 確かにね私も日本に来た時にそれも感動したすごくあの他の県とかに簡単に行ける東京から神奈川県にもうどんな駅からもね行けるんだよねそうそう普通の電車は乗ってロシアはなんかその地下鉄があってなんか例えばモスクワ都内の中には地下鉄があってうん、うん、でもし隣の町に行くともうなんか町の中町の間の電車みたいのを乗らないといけないそれはまた別なんだろう スペシャル乗り場みたいに行ってチケットを買って、うん、ある時間になんかも乗って行く感じもすごい、まあ、旅行感があるけどちょっと面倒くさい <laughs> そうだねあと時間的にも結構アクセ,アクセスもそうだし、うん、なんか時間がかかる <laughs> うんなんか神奈川に行ってもそれになんなに違う県にいたなんか感覚はあまりな然、うんですか千葉とかか近いから そういういい感覚ない30分とかでも行けるし、うん、それはなんか違う街んかロシアだったら違う街に行くともう結構1時間以上かかるイメージがあるよ、ね 2>, うんうん、2時間とかそうそうそうしかもだからもうそういう電車とかも乗らないといけないスペシャル電車、うん、電車かバスかそうそうそう、うん、それ以外はなかった、まあ、たくさんあるよ <laughs> <laughs>、うん、まあ旅行するときにそれ以外は まあ、サービスエリアとかも結構感動したなんかーサ,ーサービスエリア私も感動したそうなんかバスとかであの車でトラブルする時にはなんかサービスエリアがぜ全部なんかちゃんとした <laughs> もういろいろ入ってるし綺麗だし、うん、ちゃんとなんかご飯とかも食べれるしいろんなお店とかもねあるし、まあ、ロシアもサービスエリアはないわけじゃないんですけど、うん、もうちょっとなんだろうシンプル感じかなそうだね大体まあなんかまあロシアはいろんなね地域あるんだけど、うん、それ によっっっててちょっと違う点があ私は、まあ、例えば「オラジオストーク」の辺だと「まあ、オラジオストーク」から「ナホ」とかとかに行くと4回くらいあの止まるんだけど 4, 4時間あの合計で4時間かかるんだけど1時間ごと止まる。でその時に。 まあ、バスターミナルに泊まるかその間にちょっと小さなサービスエリアとも言えないんですね <laughs> ちょっとあのピロシキとかそういうあのパンとか売っているところがあって小さいスーパープラス少しなんかご飯食べれるところプラスなんかお手洗いがあるぐらいですよね。で最近はなんかバスであの飲食禁止になってなんかあのせっかくピロシキとかねあのパンとか,なんかすごく美味しそうなものを売ってるのに。 バスで食べれない、うん、そして休憩はなんか、うんまあ、泊まるところによって違うんだけど最大はなんか15分とかなんか10分とかあなかなか食べれないなんかねあ,あとモスクワとサンペテルブォルの近くの,あのサービセレにも泊まったことあるそこはもう、まあ、やっぱりあの首都の近くだからちゃんと整備されていて通り <laughs>、まあ、もちゃんと綺麗なな通りがあって無料だしあとはなんか。 小さなまあなんかコンビニみたいなところがあるんだよね。うん、あとコーヒーとかも買えるなんかパンとか。そうそう私はそういうメニでもなんか小さいよね。日本のところとまあそうだねあの日本より小さい。日本はもう本当になんか小さな町に来た感じがする。そうそう,そうなんか楽しいとか思ってる。<laughs> でなんかそうだいたい時間があったらなんかあどういうもの売ってるとかなんかお土産なんか。 まあそれもまた別の感度点にはなるんですけど、私はもう一つすごいいいと思ってるのはなんか地域によってなんか、うん、特別感があるんですよね。なんか例えばこの県だと特別な食べ物とかもあるし、特別ななんだろうそういう場所とかすることとかまあよくあるじゃん。うんうん、でそれも結構面白いね。例えばもう長野県に来たら必ずリンゴとか, <laughs> んかなんか。 買わないといけないとか、そうそういうのも結構楽しみ。あ、今長野県にいるからよし、シリング食べようとか、うん、まあロシアにもそれもあるけど、はい、<laughs> そこまでじゃない。そう,そ,うそこまでじゃない。そう。そのね、日本はもう本当に、うん、国内旅行のなんていう PR は、そうそうそう、すごいめっちゃ重視していて、うんうん、そこはすごいみんな力かけてるねという感じが伝わってますね。ね あと私面白いと思ったのは、うん、あの地域によってなんかキャラクターとかも自分のキャラクターもあってあマスコット,、ねうん、コットそうそう,そうなんかいつもその言葉忘れてる <laughs> <laughs> なんかそれも面白いなと思ってうーんそうそうそうそれもね <laughs> <laughs> まああと私すごく良かったと思ってたのはまあなんか小さいなんかまあいわゆる田舎に来ても、うん、全部なんか道とかも綺麗だし、うん、なんかちゃんと道路とかもしてるしうん。 はい、<laughs> なんかちゃんとしてる感とか <laughs> そうだよね、うん、確かにアニアの言ったとおりなんかあの道とかもね整備されていてうんロシアの田舎だとたまにねちょっと道路があまり整備されてない時もあるねうんうんうん、うん、<laughs> よくある <laughs> まあもう一つ似たようなすごい似たようなポイントなんですけどなんか登山する時にもすごい道が整備されてることが私は、うん まあ感動しましまた。なんか、まあ、ロシアだとハイキングとか登山とか、まあ、自然なところに行くと大体もう本当にそれは自然うん何もないなのでもう自分で頑張ってください的な <laughs> 感じ <laughs> 自然と戦った <laughs> そう,そう,そう。サバイバル <laughs> そうだからもっとそういうイメージだよねもしなんか日本、うん、ロシアでなんかハイキングするとかでも日本だと の登山道とかもちゃんと作ってるし石とかでこの道を作ってなんか雨が降ってもこの道がなんだろう歩きやすいように、うん、でまた登ってる時にもなんか木造とかの階段とかもあったりしてとか石があんまり落ちないようにいろいろ頑張って設置されてるところとか、うん、またまあ山越えとかロシアの、まあ、あるかもしれないけどロシアで本当にあんまり登山したことないから分かんない。 私は日本でもロシアでもやったことないので、なんかちょっと日本でやってみて、うん、その後はロシアにいて、日本うん、ロシアにでもちょっとやってみたいな、うん、という、ちょっとあの、自分の中の希望というか、目標があって実、<laughs> <し>実現しないといけないけど。え,え、なんか当然ったことないのえ、めっちゃもったいない。一緒に行こうよ、今度。もう行きたい。なんかそう、もったいない。うん、最近ね <laughs> あのアニャのチャンネルも見てあのアリオノとかもねあのチャンネルで話し聞いてなんかすごく楽しそうだなと思ってっ、うん、あまり考えたことないねあの前はそうなんかロシアに住むと多分そこまでハイキングしないかななんか私も大体日本に来て初めて登山やったねすごいしやすいし あの最初はほんとに高尾山みたいなんか簡単な山ですぐ行けるところから始まれるから、うん、普通に友達と土日であ高尾山行こう,うでその後に登って降りて温泉も入れるからすごい気持ちよく気持ちよそう<笑><笑>過ごせるので今度行こうよ <laughs> いいね私は歩くのも好きですし温泉も好きだから。よよしよしいい、ね、やった <laughs> <laughs> なんか うん、でも簡単な山2種は最初はそ,そうだね私やったことないからもう簡単な方から<う>まああのそんな感じで、えー、とロシアでの,あの国内旅行とあの日本での国内旅行の、まあ、やり方もちょっと違うしまあ便利さのレベルもちょっと違うんですね <laughs> うんでもまあロシアの国内旅行も、まあ、楽しいと思うしいろいろね見ることもあるのでまあちょっとあの移動 にね、ちょっと我慢できるならねっあの、旅行するの楽しいと思うそんな感じいろいろあの、共有してくれてありがとう今度えっと、ハイティングじゃあさんあの今日の動画はここまでになります最後まで見ていただいてありがとうございましたあの、動画少しでも気に入ったらとても嬉しいですはい、あとね、あのアニャのチャンネルでもご覧動画もう、あの、出る かも出たか <laughs> <laughs>、ま。出るので、あのぜひあの見に行ってください。はい、あ,ありがとうございます。また会いましょう。パカパカ。パカパカ。パカパカ